こんにちは、億万長者合宿小倉の皆様、動画の返信が遅れました。そうですね、今できることをやれってことなんですよね。今ね、こういう時期だからこそ、今までに、こう顕在化しなかったね、ニーズってのがものすごく、出てきたんだなと思うんですよ。例えばこのネットビジネスってのも結局はみんなやらなかったんですよね。その存在は知ってたけども近づこうとしなかったし、取り組んだにしても簡単にやめてたと思うんですよ。でも今本当にね、外出ができない中でお金を稼ごうと思ったらこれしかないってことが明確になってきたことと、あとね、私はアフィリエイトよりも今はね FX みたいなものの方がいいなと思ってるんですよ。株より FX かなと思います。株は長期的に見たらきっとこの今回の騒ぎもね、収まった頃にはドーンと上がっていくものは上がるんだろうと思いますし、ある特定の分野に関しましてはこういう状況の中でも値を上げているんだと思いますけども、これを見上げるのは非常にね困難で、しかも株っていうのは仕込むお金がものすごくね大きいんですよね。それを考えると上がっても下がっても常にね、お金を稼ぐ手段となる FX っていうのはすごく可能性があるなと思いますし、その種銭を稼ぐ意味でネットビジネスね、例えば YouTube にしても吉田さんが第3次世界大戦が当たってるみたいなことをね言われてましたし、私も森友事件みたいなことがね結構再生数を伸ばしているっていうのがありますけども、ちなみに森友事件は再生数伸びてもあまりね収益にはならないんですよ。広告つかないジャンルですから、まあ、ですので私はね収入のために森友事件をねどんどん当ててるわけではないんですよ。やっぱりそれは本当にこういう時だからこそ忘れてはならない情報だと思うんでね、情報発信を繰り返す中でこういう危機的な状況にあってもある特定の分野だけの情報にまみれてね、本当に大切だと思ったことが風化するのがとってもね怖いなと思っているところがあるんですよ。その辺をちょっとね分析すると本論からずれるんですけども、今ね蔓延しているこのある感染症に関しまして、すごくね危険だという説と、取るに足りないものだという説と2つがあるんですよ。どちらかというと危険だという人っていうのはかなりね攻撃的で、安全論を唱える人に、ものすごくね、本当にね、お前らみたいなのがね、感染を広めてるんだみたいな、本当にね、人をね、揶揄することとか起きてくるんですよね。で、そんな大した問題ないよっていう方は、きちんとしたデータをもとに、そのデータをもとに語ってくれるんですよね。もちろん、どっちかが正しいとか、どっちかが正しくないってことはまだ分かりません。3年とか5年経たないと、未知の感染症なんで、分からないっていうのが正確なんですよ。分からないのに、こうだ、こういうふうになっているっていうふうに確定的な発信をする人は、ちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。ましてや、専門家でもないし、専門家だって分からない分野で、右往左往してるところでね、誰かが確実に分かりましたみたいなこととか、あとあやふやなチェーンメールがね出回ったりとかね、お茶を飲んだらなんかかからないとか、息を止めて10秒して肺に異物があったら感染してる可能性があるとか、全くわけわかんないことばっかりが流布されていて、知能指数の低い IQ の低い人がそれを本当だと信じて派閥ができるみたいな感じなんですよね。正解は分からないってことなんですよ。分からないからこそ一部には慎重にするところもあるし、もう片方では大胆に出るところも両方必要なのかなと思うんですよ。それこそね、みんながみんな本当に8割ぐらいの経済活動をやめてしまって外出をやめてしまえば全員がその閉塞死するってことになるんですよね。でちょっと話題戻しますと、今だからネットビジネスをねやらないといけないっていうふうに本当に思ってる人が、こういう機会にね、危機に乗じて増えていくのはすごく、すごく面白いことっていうかね、いいことだなと思うんですよ。今までね、平和な時代にいくら叫んでも伝わらなかったことが今、もしかしたら耳を傾けてくださる方がいるかもしれないなとかね、ご家族を抱えて収入源がない方にネットビジネスっていう世界があるんだよってことが本当に心に伝わると思うんですよ。で私はそういう中で先行してやっといてよかったなと思います。相変わらずこういうふうに全く外出しない暮らしっていうのがね、私は普段からそうですし、今ステイホームって言われる中でも全く外出しなくても困らないというね、誰よりも安全な暮らしをしてると思うんですよね。その安全な暮らしをしてる上に警戒するための情報も発信できるし、そして収入もこうやって自宅の中から得ていけるということもあって、何もかもがね未来のビジネスをしていたんだなってことをこういう時だからこそ感じるんですよね。で、これからね本当に収入不安な方とか情報どれが本当なのかわからない方にここからはね申し上げたいんですけども、情報のどれが本当かは分かりません。分からないのが正確なんですよ。だから自分自身で決めるんですよね。
もしかしたら違うかもしれないけども、決めた方向に進んでみて、そして怪我をしてね、そこで得るものの中でだん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 自分なりの正解が分かっていくと思うんですよ。お隣の方の正解と、あなた自身の正解は違います。それは人生も違うし、余ってる時間も違いますし、求めていくものも違うし、周りを取り囲むね、人間関係も違うからなんですよ。だからね、100人が右に行けって言っても、あなた自身の人生とはその100人とは全く関係がないってことを今ね、だいぶ分かってきたんじゃないかなと思うんですよね。それでもまだね、多数派の方に流れてしまうようであれば、それはまた仕方がない話ですし、自分が選択した結果が多数派とたまたまイコールなのかもしれません。だからそういう部分に関しては否定するものではないんですけども、はっきりとね、申し上げたいことは、自分の責任で生きていくってことなんですよね。こういう状態でも結局国の保護をね、いつまでも当てにして、国が何かやってくれないんだっていう風にして、国のせいとかね、何かのせいにしてもこれ仕方がないんですよ。はっきり言って国は助けてくれないとか、家族も助けてくれないかもしれないと。むしろ自分が助ける側に、自分がね、家族に対してどんなことができるのかとか、国に対して何ができるのかとかね、その社会に対してどんなものが提供できるのかってことを考えた時に、情報発信ってものは誰にでもできることだと思うんですよ。すごくいい方法を知っていても、それをあなたのところでとどめてしまったら、誰の役にも立たないってことになっちゃいますので、こういう時だからこそね、国が当てにならない、社会が当てにならない時だからこそ、自分が当てになる人間として育っていくためのマインドセットを作っていくチャンスだというふうに捉えていただきたいですし、まずね、自分が誰かの役に、こういう時だからこそ俺についてこいみたいなね、まあそういうふうなことがね、できるといいなと思いますよね。私はそういう意味では、そのインターネットを使ったビジネスっていうのは本当にね、誰でもできて、お金もかからずに、そして瞬時にね、世界中にリーチできる唯一の手段だなと思っております。ですんで、ちょっとでも可能性を感じたらね、これを機会に、もうこれに乗じてでもいいですよ。もう今はやっぱり外出もできないから、ネットビジネス本気でやるしかないと思ったんだみたいな感じでね、周りの人を、説得といいますかね、お話しして分かってもらって、ちょっとね、こういう時だからこそ、自宅でできること、こもってでもできることに全力投球すればいいんじゃないかなと思っております。それではね、大和くんも一緒に聞いてくれてありがとう。